マルハマン、それでは今回もやっていきましょう。ウィクラストーリー編ということで第4週目ですね。はい、第5節ということでリーグ戦やっていきたいと思います。コンピューターチームだね。順位表確認していきましょう。現在は第4位ということでね、4試合中3勝0引き分けの1負け、得失点差はプラス2といったところで、まあ、ちょっと戻してきましたと。ゴールアシストランキングは、ゴールランキングにはね、ランクインできてないんですけど、アシストランキングで、2位、2点じゃない、2アシストのモラタ、そして1アシストのフェリックスが、5位にランクインしたといったところで、さあ、コンピューターチームやっていきましょうということで、まあコンピューターチームはね、これ勝たなきゃいけない相手なんで、しっかりね、一つ勝ち点3しっかり抑えていきたいと思います。それではまずはじめにブレイクギャラクシーのビジョンについて話していきたいと思います。まずはですね、スーパースター X、ここが最終目標、ターゲットになります。そしてですね、現在はシーズン91年目ということで、まあ、もうすぐね、スーパースターに行くんじゃないかといったところなんですけど、ただね、まだまだ、未完成なところはあってですね、まあもう少し長くなりそうかなと。まあこのね、長い道のりを、まあこのプロセスをですね、この動画ストーリー編に収めていきたいなと思ってますんで、末永くこの動画いやタケちゃんをですね、応援してもらいたいなというふうに思います。まあ他にもね、SNS だったり、まあ、ブログとか、いろいろやってるんで、まあ、Twitter とか、Facebook、まあ、なんかいろいろやってるんで詳しくは、チャンネルの概要欄の方で確認してもらいたいな、というふうに思います。はい。そのチャンネル概要欄に基づいてなんですけど、アソシエーション ID っていうのを貼り付けてあるんで、まあ次の話題に話、次の、そう、アソシエーションって言って、まあ、MR っていうね、協会を運営してるんですけど、まあそのメンバー員募集してるということで、まあ先ほど言ったチャンネル概要欄の方に、アソシエーション ID、そして、この動画の説明欄にも、アソシエーション ID 貼り付けてあるんで、そちらチェック確認お願いします。まあね、もし興味がある方はぜひ、申請してもらいたいなというふうに思います。そしてですね、まあ一応参加条件があってですね、アマチュア以上じゃないと参加することができないような仕様になってるんで、まあ、そこはね、気をつけてもらいたいなというふうに思います。MR のチームカラーとしては、まあ Twitter のスペースってご存知ですかね。まあ新たに、Twitter に搭載された機能があるんですけど、ね、スペースっていうね、まあ、そこをね、最大限に活用していきたいなと。まあ、スペースっていうのはどういったものかっていうと、まあ、音声 SNS じゃないですけど、一時期話題になった、クラブハウスってわかりますかね。まあ、音声で、まあ、ちょっとこう、ラジオみたいなことをやるような、ソーシャルネットワークというか、まあ、それでね、ツイッターが対抗策として、スペースっていう機能を、盛り込んだと。でかつ、今はね、なんと、それが収益化できるといった、チケット制でできるような、風にもなってます。ただしね、一応条件が、それぞれあると。スペースの、
ホストとして運営していくのももちろん条件がいりますし、スペースのねチケット制で収益化を図るにも条件があるといったところで、まあチケット制はね今のところまだできそうにはないんですけど、現在普通にスペースでホストとしてはできるようになってるんで、そこをねうまく活用しながらね、この協会メンバーを集めて、まあ協会の取り決めだったり方針をね、発信していこうかなと思ってます。なので、もしね協会メンバーの、協会メンバーになった方はね、僕のツイッターのフォロー、そして、ベルもね押してください。まああの協会メンバーだけに問わず、この動画を見てる人とかもね、フォローしてもらいたいなというふうに思ってます。はい。まあ、もちろんね、協会、同じ協会メンバーだけじゃなくて、他の協会メンバーの方々も参加してもらって、情報交換できるような、そういう場所にもしたいなと思ってます。まあ、言ったら、協会を強くしていくための秘訣だったり、チームを強化していくための秘訣だったりっていうのをね、交換できる場所としても活用してもらいたいですね。またですね、これからウイクラを始めようかなとか思ってる人、まあ、この動画を見てだとか、何かきっかけに、ちょっとウイクラっていうゲームがあるみたいだから、ちょっとやってみようかなとか思ってる人、もうね、すでにウイクラを始めたんですけど、まだ始めたばっかりなんですけどっていう方から、もうウイクラ始めてね、数年経ちますよっていうね、経験者、上級者の方から、まあ、幅広い層でね、まあ、初心者から上級者まで幅広い層で参加してもらってですね、このウイクラ市場全体をね、盛り上げていけるようなそういうね、コミュニティの場にも一つ、したいなという、一つの、ことがありまして、そこをね、やっていきたいなと思ってるんで、もしね、この考えに賛同いただける方は僕のツイッターのフォロー、ベル、そして、まあ、その他もろもろのね、SNS のフォローもお願いします。もちろん、このチャンネルも登録お願いします。ということで、チャンネル登録だけでともどまらずですね、そのチャンネル登録した後、ベルが出てくるんで、そのベルも押しておいてください。リマインダー周知になるんで、そこは必ずお願いします。まあ、お得な情報だったり、最新の動画をね、いち早くお届けすることができるんで、ベルお願いしますね。そして、まあ、何かね、物申しとかがあるようであれば、コメントとか、活用してもらって、質問でも何でもお願いします。ということで、もちろん、今ね、動画、今年の5月頃、まあ2ヶ月前ぐらいかな、に始めて、まあもう大体200本近くもう動画上げてるんですけど、まあその中でね、一つでもなんか、あ、この動画面白いなとか、いいなと思ったら、グッドボタンの方もお願いします。はい、あ、まあ一つは多分あると思うんで、はい、まあ、何かね、始めるきっかけにでもなればいいなと思って、まあ、スペシャル編なんか特にですね、投資についてのこととか話してるんで、まあ、そこでね、何かこう投資を始めるきっかけだったり、まあ、何か行動を起こすきっかけにでもなればなというふうに思ってます。はい、まあ、そんな感じでね、スペシャル編はもうこのゲームとは全く関係ないことを話しながらゲームをやるっていうね、そういうスタンスでやってます。でもう一つスカウト編はですね、まあまあ、みんなが楽しみ楽しみ楽しみな、誰が出てくるかな的なやつですね、まあ、やっぱりそういうのを、楽しみにしてる日本人っていうのは非常に多いなっていうふうに、データ的にも思います。で、やっぱりね、伸びないのがこのストーリー編ですね。やっぱり、長期的なものになるんで、やっぱりどうしてもね、見飽きてしまうとか、そういったことが多分あると思うんですよね。まあそこはね、僕なりになんかこう工夫をしながら、なんかこう、運用していきたいなというふうに思ってます。まあ、ストーリー編でも、ずっとこう見ていけれるようなそういうね、ものにしていけたらなと思ってます。まあもちろんね、やはりストーリーなんで、それのことについて全く話さないってことはちょっとさすがに、できかねるので、
まあ、そこはね、しっかりやっていきたいと思います。今、このブレイクギャラクシーがどういった状況なのかとかいうのはね、しっかりお伝えしていきたいなと思ってます。まあね、実際問題、どうでもいいですね。多分僕がもしね、普通の、このたけちゃんではなくて普通の人だったとして、この動画を見たときにどうでもいいってなるんですよね。ただ意外とハマる要素とか、が、時たま、あったりするんで、まあ、そこをね、しっかり、見ていただけてるかどうかっていったところがあると思うんで、まあね、まあ、末永くやっていきたいと思うんでね、まあ、もし、余裕がある方はというか、まあ、応援、ああ、完全に忘れてた。選手交代を忘れてました。はい、こういうのですね。うわー、もう最悪じゃん、これ。体力なさすぎだろ。ヤゴピカチュウがもうダメじゃん。ヤゴピカチュウとセルジュロベルト。もう右をね、強化しまくる。よし、これでいいんじゃない？さあさあ、という感じでね、まあ、ストーリー編、スカウト編、スペシャル編ってあるんで、そういったところをこう見ながらね、楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。もちろんというか、まあ、ウイクラ以外もね、一つゲームやってますよ。ウイレ、ペスやってるんだよ。プロエボリューションサッカーですね。ペスやってるんで、まあ、たまにやってるんでね。まあ、ちょっと最近はない、動画上げてないかもしれないんですけど、ちょっとね、ペスクラブマネージャーをちょっと強化していかないといけないといったところで、ちょっとできる余裕もちょっとなくてですね。はい、まあ、しっかり、ここを、まずはこのメインチャンネルをね、強化していこうと思ってるんで、ぜひね、応援よろしくお願いします。いやー、なんか3対0ってなんか微妙だな。もっといけなかったんだろうか。カウンターで緑とかいけばいいかな。おぉ、マジか。3-0。3点しか入れなかった。おい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 。じゃあ、はい。今回はね、今回の動画はちょっとボリュームが小さすぎるんで、なんかしていきたいなというふうに思ってるんですけど、皆さん何がいいですかね。まあ、そういった、こういうことをしてほしいとかあればね、ぜひコメント欄で教えてもらいたいなというふうに思います。まあ、例えばですけど、まあ、大体こういう時間を作るときっていうと、ワンウィーク1試合しかないとか、そういったときが多いです。あとは、まあ、シーズン終わり頃、まあ、シーズン最後のときなんかは、なんかスペシャル編とかスカウト編とか、そっち系をよくやるんですけど、なんかこういうことを、こういう要素を加えてほしいとかがあればね、コメント欄の方でお願いします。例えばですけど、何があるかな、なんかこの選手についてもっと知りたいですとか、そういうのでもいいでしょう。この選手ってどうなんですかとか、まあできればブレイクギャラクシーにいるメンバーで質問をしてもらいたいですね。まあもしくは、スカウティングリスト、僕の今スカウティングリストに入ってる選手たちの中の、この選手ってどうなんですかね将来みたいな、そういったところまああくまでこれはね、ゲーム内での話なんで、
やはり現実とは異なってくる部分もあるんですけど、まあ現実の選手、実際に今いる選手っていうのをこう紹介しながら、このゲームも紹介していくとかね、そういった動画もありなのかなとか思ったりしますね。まあたまにノイヤーのことについてなんかも詳しくこの前話したと思うんですけど、そんな感じで、なんか現在所属チームだったり、これまでのその選手の歴史、今までどこに所属していたのかっていう、まあ、経歴とかをですね、話していってほしいですとか、そういうのがあればね、要望があれば、コメント欄の方で受け付けてますんで、どしどし、コメントください。はい、ということで今回は、1試合やっていったんですけど、まあ、今からちょっとじゃあユースチームの強化でもやっていきますか。ユースチームの強化をやっていきましょう。トレーニングですね。これね、今ね、ちょっと強くなるかもしんないっていう選手が一人いてですね、アマリっていう、坊主の選手ですね。16歳なんですけど、星4あるんですよ。あ、これ結構いいんじゃないかなとか思ってて、星5になったりとかするのかな。ユース選手で星5になることってあるの？見たことないけど。この選手、アマリ、J アマリが16歳だよ。この強さだよ。強くない？結構強い方だと思うんだよね。59は。まあなんか早熟とかがいればそれと比較したりとかできるんだろうけど、早熟がいないよね。晩成が多いな。早熟いないね。早熟いないな。アディショナルトレーニング、あ、じゃあちょっともう一回トレーニングやりますか。ビデオ、プロモーションビデオを見るともう一回ね、トレーニングできるっぽいんでやっていきたいと思います。この動画あんま良くないよね。このパズル&サバイバルとかいうゲーム、いやもうこれさ、やめてほしいよマジで。気持ち悪いし、この動画あれでいいんだよね。パズルが実際にできる。パズル&サバイバル、今すぐ無料でプレイしよう。もう面白くなさそうだし。パズル&サバイバルさあトレーニング、できないの？起きた。 OKOK、 これで強くしていく。あまり、強くできない。 OK、 星5になるんかな。あまり、ムスタファ、あまり、サマハ、この選手がね結構強いかなと思うんですけど、どうですかね。センターミッドフィルダーの選手で、まあちょっと低いオーバーロールレーティングは、オーバーオールか。ただアビリティを見ていくと、まあテクニックがね、まあまあある選手で、まあちょっとスピードテクニックが低すぎるのかなっていったところで、なんかこの選手結構強くなりそうかなっていう。でまあここはエンプティーということで、いろいろね、自由自在にはめ込むことができるといったところで、結構なんだろう、カスタム性があるというか、
だからね、まあこういう選手も一人ね、なんか雇っていくのも面白いのかなとか。ちょっとゴペス使ってみる。ちょっとゴペス使ってちょっとトレーニングやってみましょう。リピートトレーニング。ちょっとペスコイン消費してでもちょっと星5にしていきたい。星5になるのかな。でもあんまり上がらないね。あまりムスタファ派手だ。わあ、やっぱ上がらないんだ。なかなかやっぱ上がらないよね。ゴペスって言ったらだいぶな消費だよね。はい、じゃあ、どうしようかな。クラブデータ。じゃあ今回はちょっとレジェンド編で見ていく。クラブレコード。まあプレイヤースタッツ、まあ最近、レンタル移籍に出した選手が帰ってきたルーベン・カストロの成績見ていきましょう。おー、6.0。レーティング 6.0。いいね、結構。はい。今、こんな成績ですね。まあ、まだね、雇って間もない、感じなんですけど、21歳の時に契約を、開始した選手ですね。レーティングはなんと 6.0。アシストは、1アシスト。で、4試合出てて、4点決めているといった状況ですね。はい。まあ、91年目に帰ってきて、現在はなんと 4.1 アシスト 6.0、 そして、85% というね、素晴らしい、オンターゲットですね。そして2ページ目、パスの成功率なんかもまあまあ、80%、なんで結構いい方なのかなと思います。まあちょっとショートパスが良くない感じはするのかなと。まあドリブルはね、まあ 63% とちょっと低めかなといったところですね。タッチ数はまあ26回、まあまだ、始めて間もないんで、入れて間もないんで、まあこれからどんどんね使っていって、もっとね、個人スタッツが刻まれていくかと思われるんで、そこを見ていきたいですね。そして、最近、素晴らしい、セルジ・ロベルトなんかも見ていきましょう。セルジ・ロベルトさ、 5.3 とかおかしくない？もっといいはずなんだけどな。90年目は 6.0 だったんだ。アシストね、これ素晴らしかったね。まああんまりでも、もっとどん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 クロスを上げていってほしいところではありますね。パスも 93%、 ショートパス 100%、 すげえね。ロングパス 75%、 クロス 60% といったところで、ドリブルは 100%。 おー、素晴らしいね。セルジ・ロベルトもちょっとトレーニングを積まないとまずい。ちょっと星6とかがね増えてきてるんで、ちょっとトレーニングもどんどんやっていかないといけないなと。はーい、じゃあね、次回の動画は、第5週目ということで、第6節ユーザーチームとやっていきたいと思います。これもまた1試合なんで、またここでね、個人スタッツ、プレイヤースタッツ、もしくはまあコメント欄でね、リクエストもらえればそちらの方で、まあそれをやっていこうかなと思うんで、もしこれ見てる人は、コメント欄、お願いします。ついでにね、ついでにコメントしておいてください。こういうことやってほしいですみたいな。
はい、それではバイチャラス。